はい、どうも、たけでございます。今回は、ガチャグラのひらめが丘団地で、スプラスコープをね、使っていくんですけれども、この武器ね、めちゃくちゃ使用率が低いらしいの。確かにね、リッターとかね、まあ、リッターが圧倒的だよね。もうこの武器が低い理由といったら、もうリッターがいすぎて、もう他の武器というかこの武器の出る目ないですみたいな感じになってるのは、まあ確かにそう。だけど、全然ね、強いよ。強いのに使われてない武器ナンバーワンじゃない？マジで。そのレベルなんだけど。うちはね、ずっとこの武器を信じ続けてきたのでね。使われてないっていうのはまあ、別にいいんですけど。あー、届かねえのか、これ。まあ、リッターのせいでね、ほぼ使われてないんですけど、この武器。ちょっとね、この武器の強さというものを今回はね、もううちこの武器の使い手でもあるのでね、しっかりと見せていこうと思います。見せる。それはね、多分当たらないんだけど。さあ、リッターをやりに行ってあげたいな。あの鉛筆くんが乗ってくれてるので。あ、うちが乗れ、もしかして。うん、わかりました。素直に従います。乗れと言われたら乗るし、別に前出ていいよって言われたら前出ますよ。うちはもう臨機応変にね。ここ吸え。わあ、くそ。ナイスは一応吸えるんだよ、この武器。さあ、リッターに対してね、圧をかけつつ。ああ、死ぬと。さあ、リッターをやる。強引だな。右肩にね、やっても、チャーリーはね、どっちかは強引に行った方がいいからな。さあ、とはいえここで吸引器を貯めればほぼほぼというかかなりでかい。うち乗りますよ。ここで乗る。さあ、吸引器いきます。乗ってくるよ。乗ってきたけど下ろす。はい。いやー、まあスプラスコープの強さは全然なんか伝わってない気もするな。まあでもいいや、勝ったから。さあ、2試合目ガチアグラのヒラメが丘団地やっていこうと思います。さっき左から立ち回ったから、今回はちょっと右から行こうと思います。まあリッターがいるとね、結構右危険なんですけれども、まあ今回リッターいないということなんで、右からね、こっちから敵を射抜くようなね、立ち回りしていこうと思います。まあ最初は潜伏でいいな。あ、でも届かないな、リッターじゃねえから。リッターじゃねえから届かねえわ。やーめた。ゴミ。相手が若干というか、めちゃくちゃ手前に来れないだけです、これ。あんま強くない。ナイス。さあ、とはいえ、後ろから来る可能性もあるんだよな、ここまで。結構ボトルが粘られちゃったんでね。おぉ。さあ、スパッタリーがどう来るかなんだよな。まあいいや。とりあえずスパッタリーは気にせず行きます。スパッタリー登ってきてる？登ってこない。あ、うちもよろしく。あ、来た。とりあえず気にしないでいいや。いや、ごめん。目は間に合わんかった。後ろ見てたな。申し訳ねえ。さあ、よく味方対面に勝った X もいたのに。さあ、これは飛んでよくて。いや、飛んじゃダメだった、もしかして。いや、いいな。いや、関門突破できたから OK。これは大丈夫です。これね、関門突破できたんで大丈夫。さあ、味方、まあ、生き残っても死んでもっていう、まあ、言い方はあれですけども、どっちもよくって。さあ、ここですよ、ここ。ここでね、自分だけになった、この場面でも防衛、矢倉ではね、スプラスコープ防衛かなり強いので、ここでね、うまいこと、本領発揮して いければなと思います。いや、やれねんか。申し訳ねえ。まあ、しょうがない。ここで防衛できなくてもね、まあ、13まで進んでるんで、ある程度余裕あるので、どうにかなりまーす。全然どうにかなりまーす。さあ、どうしようか、ここ。一応抜けなくはないんだよな、あの X は。でも、結構高度なんで、うちにはできません、ちなみに。サメも来ちゃったので、一回引いてもいいんですけど、さあ、まあでもうちに結構兵隊集まってんな。だったら
かなくてもいいか。これサムスパッタリ詰めてくんな。あ、来た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 。さあ来るのは OK。 さあ X の姿が見える。でも X ここにいるんだったらヤグラ防げなくない。うちあえてここにいようかな。ほらいるよね。よし、でも進んでる進んでる。いやーうち間に合わねえ。ああ終わっちゃう終わっちゃう。ああ終わっちゃうよー。ああギリギリ終わんない。ああ終わっちゃうよー。はいー、何もしねえわもう。何もしねえわ。何これ、どういう動画ですかこれ。今回勝ち試合、まぐれ勝ち試合集めるだけの試合になってしまった。まずい。もうはい、続いてはなんだこれ、ガチャグラのスメッシュワールドやっていこう。こちらの変数は選択選択シャープマーカーと環境武器ばっか。いやマジでね、この武器環境武器じゃないからな。リッターだからな環境武器は。お前チャージャー弱体化しろ言ってるけど、この武器は本当になんか上位使う、なんかねアップデート前なんだけど上位10個くらいに入るんじゃん、マジ使われてない武器ランキングだったら。そのレベルでいないらしいのね。確かね、あのソースがあるんだよ。1400試合やって、それをねリアルでアンケじゃない、それでマッチングした割合でそれをしたっていう人がいて、その中であの54武器あったのね、あのアップデート前なんだけど、アップデート前の54武器の中でなんと、47位というね。だから上位下位か、下位 10% 下位 10% じゃない、下位10個なんだよ。マジでね、いや動画の人も意外って言ってたけどマジで使われないのね。さあなんかゲームスピードが速いな。さあ吸います、ナイス。絶対吸った意味なかったなこれ。ここらへんナイス。さあこれ相手割と前衛ばっかだから割とイキイキな編成なんで、さあ乗ってもいいんですけど、乗るか。うえっ、すれ違い通信したんだけど、ナイス様。おお怖い怖い。あ、やれねえか。申し訳ねえ、それは。カニ入ってこない。カニは入ってこなくて、味方がなぜか乗ってくれてて、これは吸引機チャンス。吸引機チャンス、ジャックポット。ジャックポット。いやあおい、言ってくれよミク、隣のセット。そこに吸盤ボムありますよ、その一言でうちは救われたのに。悲しいよ、うちは。言ってくれないなんてよ。言って、大絶叫じゃねえかよ。まあいいや。あそこに、ああ、ゴニがいたのね。さあ、割と前でっていきたいところで、やれる。こっちにいるんだよなぁ。あーやれねえか、ずれちゃったなぁ。乗ります、降ります、やります、やりません。いや絶対そこいるって。いやいます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 、絶対います。さあ壁の裏ですごい戦闘が行われてなかったわ、行われてると思ったのに。やります、やります、そいつもやります。ここだな、そっち。やれない、ああ帰ったわ。やばい、まずい。こっち来いよ、ほらほら。やれねえか、相手がなんかカニ爆弾使ってくる気配がなかったから普通に向き合ったけど。乗ってくるんじゃないかなこれ。乗ってこねえか。でもなんか一生ここにいるだけでも良さそうだな。やれちゃったけど味方。オッケーやれる。さあ1枚はやれたけど2枚きついか。来てる、何がいるんだ。いやーなんで吸えない。吸引機バグった、もしかしてうちの吸引機不良品ですか、ですか、なんですか、そうなんですか。あ、そうっすか、そうっすか。あー、ちなみにですね、この動画ともう一つネタがありましてね、パラシェルターとか武器あるんですけども、パラシェルターね誰も使ってないから使ってやろうかなと思ったんですけど、マジで本当に使
使いこなせなくてやめました。マジで無理、あの武器。いや、2の頃もさ、うち普通にパラシェルター苦手だったしさ、友達にパラシェルターネタにしてよって言われてんだけど、無理だね。あの武器は恐ろしいよ。何しても勝てねえんだもん。いや、なんか永遠とやぐらいに乗るパラシェルターに負けたし、その後、パラシェルター以外の武器使った試合で。意味がわからんね、このゲーム。意味がわかりません。どういうことですか？ロングやれれば。いや、絶対カニを構えてるよ、あいつ。やれる。ナイス。任せろ。やれる。いやー、これやだなー。オッケー。ナイスー。あぶり、あぶ、あぶねー。ありがとう。ってわけなんでね、もうみんな。いや、この武器使わなくてもいいけど、弱体化を望むっていう声はやめてください。この武器全然使われてないです。スプラチャージャーの方が使われてるんだよね。実は。スコープよりもスプラチャージャーの方が使われてるんで、まあ、そっちを弱体化しろってわけじゃないんですけども、まあ、ちょっとね、あんまり恨まないでくれると嬉しいです。それじゃあ。